ついに待ちに待ったゴールデンウィークだね。まあ今年も今年で、コロナの影響があるからな。あまり羽目を外しすぎるのも控えなきゃいけないぜ。家でゆっくりするのもありだよね。今は動画配信サービスも充実しているし、楽しみ方はいろいろだと思うよ。例えばこのチャンネルの今までの動画を一気見するとかもありだと思うんだよね。がっかり宣伝してるね。さて今回は、出雲型護衛艦加賀が最初の空母化改修工事のため呉のドックに入居したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊では出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の1番艦出雲と2番艦加賀の2隻において、航空自衛隊で導入を進めている、第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の垂直短距離離地着陸型である B 型を搭載して、軽空母として運用するための改修工事を進めているんだけど、2022年3月24日に加賀がジャパンマリンユナイテッド呉事業所の修理ドックに入居し、昨年の出雲の第一次改修に続いて軽空母化に向けての改修工事が開始されたよ。この2艦の改修計画は、通常5年に一度実施される大規模検査時に合わせて実施されることになっていて、当初加賀においては今回の入居機会において一度に大規模な改修を行う予定とされていたんだ。しかし、艦内の区画や搭乗員の待機区画などの整備については、人や機体、搭載兵器などの動線をさらに検討する必要があることが判明したため、同じく F-35B を運用しているアメリカ海軍の強襲揚陸艦において様々な動線について検証と試験を実施し、その結果をもって改修を検討することになり、加賀の艦内区画整備については2026年度末の次回の定期検査時に実施される予定とされたみたい。加賀での今回の改修では231億円の予算が計上されていて、出雲の前回の改修費用31億円よりはるかに大きな金額なんだけど、これは出雲では飛行甲板の耐熱化塗装や電気設備設置などの改修のみであったものが、加賀では艦首の形状を現在の台形からアメリカ海軍の強襲揚陸艦と同様に長方形に変更することになっているためだね。これは出雲型護衛艦での F-35B の発艦に際しては、艦首に向けて短距離滑走で実施されることになっていて、台形の艦首形状では先細りとなっている部分で乱気流が発生しやすいとされているためで、出雲においても次回の2024年度末の定期検査時に艦首形状を変更する改修が実施される予定となっているんだ。なお、出雲での最初の改修では耐熱化の他に、F-35B 発着艦を可能にするための最低限の改修が行われており、飛行甲板に白色の塗料が点線として塗られたセーフパーキングラインが引かれ、このラインから左舷側が F-35B の滑走路で、右舷側がお待機場エプロンとして区切っているぜ。そして、滑走路となる部分には黄色の塗料で F-35B の滑走する際の目標とする表示線トラムラインと、監視方向の2番スポット付近のトラムラインに直角に黄色く引かれたショートテイクオフラインと、そのさらに前方の台形となる部分に同様に黄色のバウラインが引かれているな。発艦の際には、トラムラインをセンターラインとして滑走する F-35B は、ショートテイクオフラインまで滑走したところで水力ノズルを下に向け揚力を発生させ、艦首のバウラインに到達するまでには完全な飛行状態に入ることになっていることが決められているんだけど、現時点で出雲に引かれたバウラインは甲板左舷が拡張されて長方形になるまでの暫定的な位置にあり、飛行甲板形状改修実施後にはさらに監視方向に移動され F-35B の滑走距離を稼げるとされているよ。さらに、艦尾側の4番及び5番のヘリコプター発着スポット周辺の甲板塗料は全て耐熱塗装のものに塗り替えられていて、これは4番5番スポット付近に F-35B が垂直着艦することが想定されているためで、その際に飛行甲板に高温のジェット噴流が吹き付けられるためだね。2021年10月3日、四国沖の太平洋上において飛行甲板の耐熱化改修を終えた出雲に対して、アメリカ海兵隊の山口県岩国基地所属の F-35B2 機による発着艦試験が実施され、その際の動画が公開されたよ。海上を航行する出雲の艦尾後方上空から侵入してきたアメリカ海兵隊の F-35B が、水力ノズルを下方に向けたまま慎重に高度を下げつつ接近し、見事に4番スポットと5番スポットとの間のトラムライン上に着艦したんだ。そして、変更ノズルを正常位置に戻してから発艦のための滑走を開始し、ショートテイクオフラインに達するあたりから水力ノズルを下方に向けながら滑走を続け、バウラインを越える前に綺麗に発艦していく姿が撮影されており、太平洋戦争終戦後において初めて日本の空母で航空機が発着艦を実施した記念すべき日となったんだよね。加賀では2022年の改修が加えられた後に、2023年度までの間にさらに空母化に向けて様々な改修が実施されることになっており、
防衛省では2022年度防衛予算に出雲型護衛艦改修費用として61億円を計上した予算から、13億円を投じて艦橋後部の航空管制室の視認性を向上させる改修を実施する予定としているほか、アメリカ軍からの技術支援経費として海兵隊の F-35B による発着艦試験への協力費など12億円と、出雲に搭載する着艦誘導装置の先行取得費用として36億円も計上されたんだ。この着艦誘導装置は、アメリカ海軍とレイゼオン社が共同開発した JPLS ジョイントプレシジョンアプローチ&ランディングシステムで、この JPLS は GPS 衛星信号と管制後方システム INS を用いて、F-35B やオスプレイなどの艦載機を悪天候時や夜間に自動的に安全かつ正確に着艦誘導する全天候型システムであり、防衛省では2022度予算では出雲分のみの JPLS を取得しておいて、加賀への搭載分については2023年度以降の防衛予算に計上して取得する方針としているみたい。出雲の第二次改修は2024年度末から着手することが予定されていて、この着艦誘導装置 JPLS の搭載と飛行甲板の形状変更の他に、艦内区画の整備が行われることになっており、2026年度中には加賀より一足先に空母として運用される予定ってわけ。一方、空母となった出雲と加賀に搭載される予定で導入される42機の F-35B の導入進捗については、2020年度予算で6機793億円、2021年度予算では2機259億円、そして2022年度予算では4機510億円を確保したほか、関連装備費などの予算として2020年度予算で235億円、2021年度予算で62億円、2022年度予算では205億円の合計502億円が確保されているぜ。2020年度予算に計上された6機の F-35B は、2024年度中には調達され、同年度末までに配備される予定とされており、防衛省では F-35B 導入後の新編される飛行隊の地上基地として、宮崎県新富町にある航空自衛隊ニュータバル基地を候補として調整を進めているようだな。F-35B 飛行隊については、この先アメリカ海兵隊岩国基地の F-35B との共同訓練が実施されることになり、鹿児島県西之表市の馬毛島に建設予定の自衛隊基地での FCLP 陸上空母離着陸訓練などを想定しており、宮崎県のニュータバル基地はこれらの基地と地理的に近いために F-35B の配備先として最適と判断されたものだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。先輩から受け継いだ知識をフル活用するぞ。さて、今日の雑学は、天気についてだよ。最近カラッと晴れて暑くなったもんね。そうだね。その気温なんだけど、みんなは平年に比べて言うことをよく聞くと思うんだけど、その平年っていつのことかわかるかな？それは、去年とか一昨年のことじゃないのかな？俺もそう思うぜ。でもそれだと去年に比べて言わないか？確かに。みんなはわかったかな？正解は、過去30年分のことを指しているらしいんだ。そんな前なの？そうなんだ。対象となる30年は、2010年代であれば1981年2010年が対象期間という風に、10年ごとに計算し直すことになっているらしいよ。知らなかった。さすが先輩から受け継いだ知識なだけあるね。へん。なら今日の動画はここで終わりだよ。みんな明日も見てね。見てくれよな。ルックアットムービー。見て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 。見てくれよな。ルックアットムービー。